熱い。熱いね。まあこの待ちに待ったよっていうこの天気、もう9月にもう9月も終わるぞというとは思えないこの天気の中で、まあ、本日この史跡採掘跡復元建物の竣工式を開催いたしましたところ、衆議院議員田村紀久先生の恵子夫人、そして文化庁からは加藤課長はじめ、また近隣の市長町長の皆さん、そして県議会の皆さん、明和町議会の皆さんはじめ、多くのご来賓の方、またお参加のご参加いただきました皆様に来ていただきまして、盛大に開催できることを心から感謝を申し上げたいと思います。この平成22年からこの東部整備事業スタートしてきたわけでありますけれども、まあ、途中入札などで皆さんにご心配をかけることなどもありましたけれども、無事に本日を迎えることができましたのも、ひとえに地元の明和町の関係者の皆さん、また工事などに携わっていただいた皆さん、発掘調査に携わっていただいた皆さんなど、多くの関係者の皆様のおかげであるということで、心から感謝を申し上げたいと思います。この復元建物はですね、採掘が最も華やかでありました平安時代の採掘領長官が執務をしていた建物を、発掘調査の成果そのままに復元をしたものであります。極めて貴重な建物でありますし、その当時に思いを馳せ採掘を体感していただくに十分な建物になったんではないかと思います。またこの工事のプロセスにおいて11回にわたる工事見学会を開催をいたしましたが、そこには延べ5500人を超える皆さんにお越しをいただき、この復元建物に対する期待感や注目の高さ、関心の高さというものが現れた証拠だというふうに思うところであります。まあ、この貴重な復元建物が竣工した、またこのまさにタイミングに今年の4月、この明和町においては採掘の森ということで日本遺産に、これは東部整備事業がスタートした時は全く予想もつかなかったことでありますけれども、日本遺産指定第1号群の中に含まれて日本遺産として指定をされました。これもひとえに採用祭りや半月会など、この採掘を生かした地域づくりをやっていこうという地元関係者の皆さんの長年にわたるご苦労、熱い思い、そういうものが実った成果だと思います。心から敬意とお祝いと感謝を申し上げたいと思います。そしてまたまたそのこの復元建物、そして日本遺産という二重の喜びに加えて、来年は5月に伊勢志摩サミットが開催されるということであります。この伊勢志摩サミットにおいては、日本の心のふるさと、この三重というものをしっかりと PR をしていく場になりますし、まさにこの採掘というのは伊勢に祈りを捧げた、まあ、そういう場所でありますので、何らかの形でこの採掘についてもサミットにおいて多くの世界の海外の関係者の皆様に魅力を発信できるように地元の皆さんと努力をしてまいりたい、そのように思いまして、それが叶えば三重の喜びと、まあ、そういうふうになってくるのではないかと思うところであります。いずれにしましても今回の復元建物、私たちも三重県としましてもしっかりと PR をしてまいりますが、これを機に改めて明和町のこの地元の新たな街づくりが加速していく、一層加速していく、まあ、そういうことを心から記念をいたしまして、この後内覧会がございます。どうか皆さんにご堪能いただきますことを心からお願いをしまして、本日お集まりいただいた関係者の皆さんへの感謝とご健康ご多幸を心からお祈りしまして、私の挨拶とします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。